村雄太です。明治期に日本を訪れたエドワード・ノースは日本の陶器に魅せられて日本各地を旅しながら陶器を収集していました。ところが近代以降そうした陶器は姿を消しつつあります。そこで今回の作品ではモースの足跡を再訪することで陶片を収集してきました。お国の陶片があればぜひゆっくり見ていただけたらと思います。